次です、王道十二文書はいにしえの英雄ゾディアック・ブレイブの活躍を書いた古文書ですが、はい、なぜ討伐対象に帝国軍の近代兵器が載っているんですか。あ、なるほどね、なるほどなるほど、古い王道十二文書ってその、はい、なんだろう、捨てられるぐらいも価値がなくなった古い本じゃないかと、うんうん、そこになんで帝国兵とか書いてあるんだ、そういうことですか。そういうことです、ね、これには非常に深いわけがあってですね、当然、皆さんが一瞬こう神話1500個で交換しているあの王道十二文書は、はい、確かに古文書なわけですよ、うん、ただ、ジャルザーも言ってた通り、ゾディアックブレイブの連中がやってきた武器強化をなぞる、エオルゼア版でなぞる、つまり似た敵を倒すことでその成長していくんじゃないかという予想を立てているので、翻訳されてるわけです、エオルゼア版に。皆さんが手に持って開いてるやつは、だってあれゾディアックブレードのままバッて開いてもこんなモンスターいねえってなるだけなのに、ちゃんと間にあの一瞬ですけどバッて翻訳されたやつを、なるほど、これはあこれだよねってそうですで、その段階までコンテンツにしちゃうとはぁってなるので、あ、なるほどなるほど、そこはちゃんと翻訳したものを皆さんに、今考えたわけじゃないですよ、ちゃんとちゃんと考えてあるんです。責任の謎が解けました、はい、ありがとうございます。